はい、こんにちは、サルウィンです。散歩系の実況をしていきたいと思います。今回も、バタイの続きっていうか上級をしばきたいかなと。で、星4以下の舞台でクリアっていうのを達成、しようかなというわけで、操作ね、とりあえずあんまり舞台が強くないので強めの槍兵の方に力を貸していただきたい。超運って強いのかな。両夫、いやでも劉備が安牌な気もするな。いやでもこの張飛強いですね。張飛にしようかな。張飛将軍の力を借りて、そんなパーティーですけどね、すごい不安なパーティー正直ね。まあ槍が全然育ってなかったしね。まあとりあえず王刀ちゃんに刺激を願って、てかよく見たら全然あの矢印気にしなかったけど大丈夫かな。矢印すげえ不安な気がするけど、まあなんとかなるでしょう。なんとか92のやつを倒したいぞ。倒せるか無理だな。 100% 無理やな。43のやつ倒せるかな。位置が悪いな位置が悪いぞ。こうして、あ、これやったら倒せんじゃない。いやーでもちょっと呼ぶのが大変だぞこれ。いけるかな。いやーあ、無理だな。やめよう。やめよう。ワンパンで倒してくれることに期待。倒した。いいですね。いや、だからこの次結構ね、突撃系って便利ですよね。範囲広いし、敷地で使えるのがすごい強い。48のやつ。いや、これはさすがに、まあ、小さき落雷絡めればいけるか。こういうテクを使いながら、やっていこうか。ちょっと忙しいな。あ、でも全然やれたな。結構火力あるやん。まあ弱点だからってのはあるんだけれど、まあここはまあちょっと、まあ姉妹でいこうか。本当に連撃じゃねえや。全突をやる必要ない。一気に散らしたい。仁王の車輪の範囲。結構でかいんだよね。おお、これでいこうか。あーでも、これ槍に使った方が強かったな。100%ね。まあ、いいでしょう。これは、そうですね、かぶってるんだよな、位置が。こうして、こうかな。こうやったら92で倒せるかな。あーでも、お父ちゃんなんだよな。あ、強っ。強いな。いいですね。悪くない流れだ。で、やっぱ範囲経力って上手に使うと強いんですよね。で、このターンはこの16のやつだけど黙らせりゃいいって話で。まあ、こいつは倒せないでしょう。倒せなくて結構。結構。あー、しまった。初期配置分かってんだから、こことここに横を置いててよかったな。失敗したな。せやった。これはプレミアね。そう、そういうテクニックも重要なんですよ、実はね。未来は僕らの手の中。こいつらの周りが熱いからさ、てかほんとしくったな。やっちまったね。やっちまったなってやつですよ。もうしゃあないから防護の計画打って。どうしよう。これきついですね。正味きつい。水系打ってもさ、落とせないじゃん。これ43とか落ちないでしょ、絶対。あー、惜しい。いや、しょうがない。孫悟の戦で無理やりダメージ取りに行く。じゃあ、防護戦法を使ったからね、っていうことで。いやー、でもきついな。もう雑魚散らししかできないわ。おりゃ。ああ、分断されちった。分断はやめろ、分断は。マジで分断はよせ。くそー。全突できねえ。これ、チキを高えじゃん。あ、しかもなんか反抗持ってんだ、こいつ。うぜえ。贅優ですね。これ、避けた方がいいかな。気にせず殴る？いや、これ結構痛いでしょ。いくら。ああ、もうやばい。やっぱこれ、辛いな。辛い。
辛いよ。うわ、しかもめっちゃ分断されたんだけど、最悪やな。いや、これはきついな。辛いな、死ぬね。あ、これダメかもしれないね。いや、でももう、とりあえず倒せればいいから、誰が撤退しても。あ、やばい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 。で、とりあえずここで、張飛が来るから、張飛の火力に期待。いや、ちょっと待って待って、左下えぐい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 。うわ、もう動けないんだけど。いやー、それはえぐいって。いやー、つらい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 。いやー、無理ー、勝てないかな。うわー、もうこれは無理だな。やっぱつらいね、ここここ難しいって。ここの難易度は異常ですよ、マジで。うわー、いやー、てかこのバリアが400あるってのがすごい強い、マジでイカれてる、正直。てかザコ敵はやばい。いやー、辛いね、無理だね。大水系打って2体流してって、いやいや、あー、むしろ普通に大水系より絶対落雷の方が強かった。だってレベル高いもん、落雷の方が。まあ言うてたけどね、もうこれは詰んでますね。あー、むずっ、ここはむずいな。星4以下って結構辛いあー、ごめんそ、ごめんそ。あ、そうでもねえやそうでもねえあー、もうジンも破壊できない。まあだからやっぱ避けた方が良かったね。下手にダメージ受けもらいすぎたのがやっぱ範囲でしょう。諦めだ、諦め、もったいない。ちょっともう一回やっていいですか。あ、もう一回やっていいですかじゃないよ、狩りねえんだって。まあ一応あれか、交換できるんだけどね、札使えば。くそー、マジか、6つ。いや確かにね、編成が悪いよ、あの全然育成できてないし。いや、もうちょっとぶっちゃけ、槍にこだわらなければね、もうちょっとマシなパーティーではいけるんだけど、言うてかな、星5ばっか育成してるからさ、星4って実はそんな育ってないんだよね。しかも弓兵とかが多いからさ、馬相手に出せないしさ。いやー、割とでも今のがベストチョイスだったんじゃないの。まあでも死なないでクリアするんだったら普通に五国体とか出していった方が良かったが、回復しながら戦うとかね。だから純子ちゃんとか五国体で戦った方が強かったかな。あー、それは反省かもしれない。というわけで、まあ次回ね、頑張っていきましょう。しゃくれちゃいそうだけどね、ほんと。まあ強いて言うなら、あと何やっけ、まあぶっちゃけ言うとレベル上げしてからでよかったかなっていうのもあるかもね。ぶっちゃけとしかも、ぶっちゃけって何回言うのもあるけど、そうだ、今8あるし経験値の割り、これはもうちょっとねレベル上げしてもよかったかな。出し惜しみなんかしてもしゃあないけどね、ほんと。というわけで、じゃあ今回これで終了しましょう。まあ次回またリベンジしたいということで、お疲れ様でした。バイバイです。